こんにちは、サンロードの花園です。本日はですね、サンロードシティ店のお魚コーナーよりお届けいたします。今ですね、お魚コーナーにはもう煮付けに最適なですね、エキビナゴやイワシなどですね、ご準備しているんですけれども、煮魚作るのってちょっと面倒だと思われていらっしゃいませんでしょうか。またこの煮汁ですね、こちら作るのちょっとまあ味付けとか難しいですよね。それがですね、こちら日本食研の煮魚のタレ、こちらを使っていただきますとですね、簡単にその煮魚を作ることができます。こちらの煮魚のタレですね、フライパンにこちらのタレ入れていただいて、あとは水をですね 200ml 入れて煮立たせた後にですね、その中にお魚を入れてアルミ蓋で落とし蓋して煮るだけでですね、もう簡単に美味しい煮魚が出来上がります。イワシやキビナゴの他にもですね、ブリやサバ、あと赤尾や金目鯛にもですね、こちらの煮魚のタレお使いいただけます。日本食研の煮魚のタレ使っていただきますと、煮魚がですね、もうほんと簡単にまた短時間で作ることができますけれども、見た目はですね、時間をかけて作ったような感じで見えますので、もう手を抜きたいけども手抜き料理には見られたくない時とかにですね、おすすめの一品です。こちらの煮魚のタレで煮魚作られてみませんか。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー